はい、どうも。昨年掘り残していた長芋、この春にようやくですね、全部掘り終わりましたので、これから畑作りをしたいと思います。種植えに向けての畑の準備です。で、今回ですね、本来なら4月の下旬からですね始めたいところなんですけども、長芋が随分残ってまして、この5月の連休になってしまいました。ですので、最初にですね、石灰窒素をまくんです。それでその後に苦土石灰をまくんですけども、今回ですね、石灰窒素と苦土石灰を、一緒にまきたいと思います。はい、石灰窒素をまくんですけども、この石灰窒素粒状になってます。で、このですね、石灰窒素は畑の準備の一番最初にいつも撒いてるんですけども、この土壌改良の、効果があって、農薬の効果と、でしばらくするとですね、肥料の効果にもなるという万能なですね、この資材なんですよ。万能なこの石灰窒素、いつもこれ私は使ってます。だいたい10アールにこの20キロから40キロぐらい、10アールにね、30キロぐらい撒いてますが、だいたい長芋畑としては10アールをちょっと切るぐらいなんですけども、いつも2袋用意してます。で、この石灰窒素を撒いた後に、この苦土石灰、これも撒きます。これも粒状になってますね、一緒に今回巻きますんで、巻いて、それでトラクターで起こします。今回ですね、苦土石灰ちょっと少なめに巻きますんで、一袋にしていきたいと思います。それではいきます。はい、今回粒状のやつなので、この散布機ですね使って巻きます。では石灰窒素入れます。1袋半なんで、だいたい30キロぐらいですね、全部で用意しています。ちょっと重たいんでね、これだけ入れて巻いていきます。これ全部いっぱいにすると、一人でもう担げないんですよ。じゃあ、行ってきます。はい、ここの部分ですね、この畑の部分全部長芋にする予定なので、ここに全部石灰窒素撒いていきます。それでは行きます。はい、それでは次にこの粒状の苦土石灰を撒きたいと思います。では撒いていきます。はい、石灰窒素と、苦土石灰撒きましたので、これからトラクターでここを耕したいと思います。後期します。それではやってきます。
はい、石灰窒素と苦土石灰撒いてトラクターで、耕起しました。これでですね、しばらく10日ほどこの状態で放置します。その後に、まあ、種植えのための準備として溝掘りをしたり、そしてその溝掘りの終わった後に支柱を立ててですね、畝を作るのと種芋を植えるっていう作業が続きます。その時にまたね、肥料を撒いたりもしますので、その都度の今後の動画も配信しますので、ご覧になってください。今回はここの場所と、もう一つですね、向こうの場所ですね、あちらの場所もやっときましたので、ご覧になったと思いますけども、2カ所の畑で長芋を栽培しています。はい、今後の配信もご覧になってください。それでは今日は以上です。ありがとうございました。